はい、こんにちは、RW ストリートミュージックのカメラです。はい、こんにちは、RW ストリートミュージック、高橋です。はい、ということで、皆さんね、すごくね、僕らの方にも、ま、チーム選びとかめちゃくちゃ、問い合わせね、いただくんですけど、はい、ま、すごくこの相談に対して、ま、こういうチームがいいっていうのは正直結論から言うと、あの、誤算によって選手によって違うんで、ただこういうチームはやめた方がいいっていうのはある程度言えるじゃないですか。はいはい。そうなんで、そこを、まあ、もっとね、チームの、コーチもやってた、はい、まあ、僕も指導経験あるんですけど、まあ、春コーチなんか結構歴で言うと6年7年まあまあそうですね、まあ、あるんで、はいはい、あの、そういうね、いろんなチーム見てきたと思うんで、まあ、春コーチにね、行っていきたいなと、思います。はい。ということで、春コーチが結論どういうチームが、はい、あの、あんま良くないというか、合わない子が多いと思いますか？とかでよくそのコーチが怒るとかあるじゃないですか、はい、で、なんかもう見てて子供たちが気持ちよくやれてない、気持ちよくやれてない、はい、表情とかがずっと暗い雰囲気で、やっぱりなんかプレー判断とかも監督やコーチの指に従ってずっとプレーしている、自分のですね、得意なことをこうやれてないなっていう風に見えてるっていうか、そういったチームっていうのは僕はあんまりこうよろしくないのではないかなって思ってます。はい。それってなんでその選手が気持ちよくやれてないとか、クラブチームとかどっちかというとこのスクールと違って結構やっぱ勝利主義というか、まあ、勝ちに急いでるところあるじゃないですか、うん、なので、まあ、子供たちのこの自由な発想、まあ、そういったところをですね、こう趣に置かなく、やっぱり勝ちたい勝ちたいと、まあ、勝つチームでもなんかこう自由に、あの、生き生きしてる、あの、チームもあるじゃないですか。はいはいはい、はい、そことの違いは何なのかっていう、勝ちを目指しちゃいけないわけじゃ絶対ないから、はいはいはい、そことの違いとかって何かありますか？多分サッカーじゃないところのこの何ですか、ピッチが離れたところの信頼関係、あー、コーチと選手の、はい、指導だけじゃなくって、だからその辺も多分子供の扱いとかうまいんじゃないですかね。サッカーが技術的にめちゃくちゃうまくなくても、じゃあ手なし、じゃあ、あの、元日本代表のプロサッカー選手にするとかするんじゃなくても、全然サッカーコーチは、いいサッカーコーチはいっぱいいるっていう。そうですね、まあ、ライセンスとか持ってなくてもいい指導者とかいっぱいいるじゃないですか。まあ、それは確かに、はい、そうですね、この人指導者だったらめちゃくちゃいい指導者になれるのになとか言いません？たまに、その指導やってないけど、はいはいはい、まあ、サッカーもある程度知ってて、ちょっと人とのこう接し方とかめちゃくちゃうまいなって、はい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 、あ、なるほど。春コーチは今その RWS のコーチで、はい、まあ、本当もう1年ちょっと経つじゃないですか、はい、なんかこういう部分意識してるとかってありますか？子供たちの距離感っていうのもものすごく意識してますね。やっぱり、あの、楽しいだけじゃダメだし、厳しいだけでもダメなんでですね、オンオフっていうか、まあ、そこはしっかり日頃の練習から意識してます。で、本来こう話戻すと、まあ、こういうチームがいいとか、あの、こういうチームあんま良くないよっていうのは結構指導者によって決まるってことですか？どれだけやっぱサッカーが好きになるかっていうのがすごく重要なんで、まあ、指導が多少低くても、あ、この指導者だったらサッカーめちゃくちゃ好きになったとか、でそういう指導者と出くわしたいですね、僕らするならば、はい、やっぱ小学年代で必要なのって、やっぱり僕はもちろんサッカーはやっぱ強いところとかすごい指導者と会えるのも一つの手だと思うんですけども、めちゃくちゃサッカー好きになったなっていうのが僕はそこも惜しいですね。あ、小学生の年代。そうですね。僕が結論どういうチームを選んだ方がいいかっていうと、人として子供たちがリスペクトできるコーチができる限り多いチームを選ぶべきだと思います。それがドリブルでチームでやろうと、パスサッカーでやろうと、何でもいいと思うんです。結論やんのサッカーなんで、上手くなりたいのもサッカーじゃないですか。楽しみたいのもサッカーなんで、ドリブルだけが楽しいっていうの、ドリブルは攻撃の手段の1個しかないんで、パスもシュートもトラップも、そう、だからどういうサッカーをしたいかも確かに大事だけど、どういう人から何を教わるかっていうのにこう注意して見てもらって、で、例えばチームの体験にこう1回行っただけだとちょっと正直何部とか分かんない部分あるんで、例えば平日の練習とかがあればちょっと見に行くとか、見学していいですかみたいな感じで一緒に見に行くとかっていうので、なんかどういうコーチングをしてるかとか、コーチングの内容がサッカーでめちゃくちゃ細かいことを教えてくれるのかとか、この私とじゃあ休憩時間にどういうふうに接してるかとか、なんかそういうことまで見てもらって判断してもらいたいです。やっぱりそうですね、まあ、人としてリスペクトできる指導者とこう会えば、おそらくですね、まあ、今後サッカーだけじゃなくて、まあ、中学高校社会人になった時にこう人生にですね、影響あるものをですね、すごく吸収できると思いますので、まあ、人選びっていうのもですね、すごくこう
考えていただきたいなと思っております。はい、そんな感じで、まあ、今回ちょっと、まあ、解説動画とかじゃなくて、まあ、こういったお話させてもらったんですけど、まあ、すごいこうやってお悩みとかね、非常に多く現場のスクールでもいただいてますし、はいはい、インスタの方でもめちゃくちゃ毎日すごいこう数のメッセージいただいてたりしますんで、ぜひね、まあ、こういったご相談とか悩みがあれば、まあ、人に話すと頭の中整理されたりとか楽になったりすると思うんで、はい、だからたまたま僕らの方が、まあ、先に、まあ、生まれてサッカーもある程度経験してるんで、そういった部分もお子さんにお伝えできるかなと思いますので、はい、ぜひお気軽にご相談ください。という感じでちょっと宣伝になっちゃうんですけど、はい、保護者の相談の部屋というのをアルダベストリブル塾全員で、全体的にね、運営させていただいてるんですけど、こちらの方が有料になるんですけど、月会費が1500円で、はいはい、なんと、いつでも、もうどこでも相談できます、うんうん、ものを運営させてもらってます。でこちらオープンチャットっていって、まあ、LINE でね、ご相談とか共有できるようになってるんですけど、はい、その相談以外にも毎週月曜日と金曜日には RWS トリブル塾のコーチ、各コーチが YouTube で保護者の相談の部屋の会員さん限定で YouTube ライブの方をさせていただいてます。こちら週2回あるんで、月曜日と金曜日に毎週ランダムでコーチが出てきますので、そちらの方、こういうコーチいるんだとか、あと保護者の相談の部屋の限定ライブでしか話さない話も今後していくので、はい、インスタグラムとかでも、もちろんライブ配信させていただいてるんですけど、そちらで話せない内容とかも話していきますので、はい、よろしくお願いします。で、火曜日と木曜日については今全国各地で展開しているアルダベストリブル塾のスクールですね、定期スクールの方の動画を、こちらの方を配信させていただきます。例えば神奈川県お住まいの、はい、お子様とかも、例えばじゃあ、アルダベストリブル塾、じゃあ東京都の江戸川校のスクールとか、うん、まあ、あと埼玉県のスクール、千葉県のスクールとか、もっと言ったら鹿児島県とかのスクール、あと九州の方にもスクールあるのね、はい、こちらの方も見て練習することもできますので、アルダベストリブル塾のスクールに通ってないお子様でも、うん、アルダベストリブル塾こういうスクールなの、こういう練習メニューやってるんだとか、はい、例えば和歌山県とか山口県とか今ないんで、はいはい、広島県とかね、はい、ないんで、こういう練習してんだっていうのは、ね、まだ通えてない、はい、お子様もいると思うんで、はい、ぜひねそちらもチェックして、で毎週水曜日の方は宿題動画の方になってるんですけど、まあ、足技とか、まあ、リフティングテクニックの方を、ね、送らせてもらって、公式 LINE アカウントがあるので、そちらの方にお子様が取り組んでる様子を送っていただきます。でそちらの方に関しては特にアドバイスとか、特別こう返信をこうすごいね丁寧にさせていただくっていう理由も、はいはい、とにかくこう送ったものに対して僕らがこうチェックさせてもらって、で軽くワンポイントアドバイスみたいなのあると思うんですけど、そちらで1ヶ月で、例えば今9月なんで、うん、9月に送らせてもらった宿題動画の方で MVP を発表させていただきます。でその MVP、ね、お子様にはRWS ドリブル塾の全コーチからメッセージ動画、特別限定動画となっておりますので、はいはい、そちらの方もぜひ本当にモチベーションめちゃくちゃ上がると思うので、ぜひチェックしてみてください。ということで、保護者の相談の部屋のお問い合わせについては、公式アカウントの方にお問い合わせください。ということで、この動画がもし気に入っていただければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。